3連休最終日の今日、道内の観光地は冬を楽しむ人たちでにぎわいました。オホーツクの網走湖ではおととい、ワカサギ釣りが解禁されました。厚さ20センチほどの氷の穴からワカサギが次々に釣り上げられていきます。楽しいけどすごい寒いです。釣った魚は天ぷらかな。氷の穴は有料で開けてもらえ、釣り具一式もレンタルできるので手ぶらで体験できます。網走湖のワカサギ釣りは3月下旬頃まで楽しめます。一方、札幌の観光名所、札幌羊ヶ丘展望台には雪遊びを楽しむ子どもたちの歓声が響いていました。会場ではオリジナルの雪だるまを作ることができるコーナーのほか、初心者でも楽しめる歩くスキーや、さまざまな形のそりが用意されたミニ滑り台などが無料で楽しめます。どうですか、そりは。すごい、ビューンって言った。普段できない雪だるま作りとかは、なんか子どももすごい楽しんでるので。羊ヶ丘展望台で冬遊びを体験できるイベントは3月5日まで開かれています。